はいどうも、音楽ライターのゆきちゃんです。ちょっとこれね、ニュースになったんでね、取り上げようかなと思うんですけど、あのユニコーンのタミオさんがですね、あの自分の YouTube チャンネルにね、ミッシェルのあの世界の終わりをね、ギターのコードだけ弾いて動画ねアップしたっていう話が上がってたんですよね。これね、ちょっとやっぱり泣けますよね、これね、ほんとね。なんでギターのコードだけなんかっていうね。だから結局これ歌う人がそこにいないっていうね、そういう本当にそういう追悼のメッセージなんじゃないかなというふうに思うんですよね。あのね、ミシェルの千葉雄介さんね、いやー本当ね、この件に関してはもう本当やっぱり俺もめっちゃショックだったんですけどね。俺そんなにね、ミシェルもあのバースデーもね、あの絡んでなくて、千葉さんはね、俺全部で多分3回会ったことがあるくらいしかないんですよ。1回はねインタビュー、1回はライブの後のあの関係者挨拶で、もう1回一番最初に会った時ですね。その時は俺ほとんど話もしてないんですけど、ちょっとその時のことをね、ちょっとだけ話そうかなと思います。それはですね、多分2002年かな、スカパラですね。スカパラにさ、こうボーカルをフィーチャリングする企画があったじゃないですか。その時に、田島隆夫さんと千葉雄介とあと奥田民生3人がフィーチャリングされて、シングルをリリースしたんですよね。で、それの時のライブがね、横浜アリーナだったと思うんですけど、あったんですよ。多分これ2002年だと思うんですけどね。で、その時ちょっと俺招待されてたので、行きまして、で、その時ね、誰だったか忘れちゃったんですけど、誰かね、女の子一緒に行ったんですよね。多分、出版社かなんかの人で、ミッシェルの大ファンで、千葉さん大好きでっていう人だったんですよ。なんかのあれでね、ちょっとね、一緒に行くことになったんですよね。で、ライブが終わった後に、まあ、関係者挨拶って、まあ、よくやるんですけど、その会場内でね、ちょっと軽い打ち上げをやりますから、関係者の皆さん、みんな、招待されてる方、皆さん、どうぞ集まってください、みたいな感じだったんです。で、よくね、このライブの後っていうのは順番に並んでね、ちょっと一言二言話して、歓談して帰るみたいなことが多いんですけど、この日は別にそういうのもなくね、皆さん好きに、話してくださいみたいな、ね、ちょっと本当打ち上げ会場的な感じだったんですけど、その時にね、その一緒に行った人が、千葉さん見つけてね、千葉さんにどうしてもちょっと一言話したいんだけども、私声かけられない。って言うんです。もう大好きすぎて。まあ、千葉さんのね、イメージもあるじゃないですか。だからね、なかなかちょっと自分から声かけられないというか、ああ、じゃあ俺声かけてきますよ、つって。千葉さんすいません、つって。ちょっと、この子、すごい千葉さんのファンみたいなので、って言って、ちょっと繋いだんですね。そしたら千葉さんはね、ああ、つって。握手してくれたんですけど、握手するときね、普通こう、その人の方向いて、こうやって握手するじゃないですか。こうやってね。そうじゃないですか。でも、千葉さんってほら、こういう人じゃないですか。なんていうのかな。いろんな意味でさ、ポーズがすごくあるんですよ、この人。この人らしさっていうかさ、まあ、それがあるからかっこいいんだけど、だからね、握手はしてくれたんですけど、握手するときね、こうやって横見て、こうやって握手してるんですよ。うわ、千葉さんらしいなと思って。俺はその時でね、ちょっと握手してもらえませんかみたいなことしか言わなかったんだけど、その千葉雄介らしさっていうのをね、その時見たなと。でも握手はしてくれるからね、優しい人なんですよ、本当は。ね。だからそういうところをね、垣間見たなっていう瞬間でした。まあその後ね、随分経って、時間が経って、バースデーの、まだ最初の頃、最初のメンバーの時ですね。俺インタビューやったんですけど、もうね、知ってる人は知ってると思うんですけど、千葉さんのインタビュー大変なんですよ。もうあんまり話してくれないっていうか、ああ、そうだねとか、そういう人なんで、具体的な話が全然出てこないのよ。
で、まあ、その時はメンバー全員が、全員いてね。まあ、全員、まあ、その時は、あの、メンバー4人全員揃っててね。まあ、あの、ドラムの Q ちゃんがね、やっぱりそういうの全部フォローしてくれるんで、あの、形にはなったんですけど。もうね、あの時はだから、初期メンバーだからギターまだ今井明信さんがいた時ですね。今井さんもね、こう、なんだろうな、話す態度としてはそんなにこう、砕けた感じではなかったんだけども、でもね、必要なことは結構話してくれた感じしましたね。でね、ベースの平井春樹さんが、まあ、メンバーの中でね、一番若いんだけど、すげえとんがってる感じがして、あんまり話してくんなかったんですよね。話してくれるんだけど、非常にこう、突っ込みにくい雰囲気を醸し出してて、ああ、そうかーっていう感じでね、結構大変なインタビューだったんですけど、うん。そう、だからなんかね、まあそういうね、ある意味、硬派なっていうかね、今はやっぱりいろんなアーティストのインタビューしてもみんなね、すごいいい人で、ちゃんとこういろいろ話してくれる人が多いんですけど、久々にね、こういうインタビューやったなという感じでね、大変であると同時にちょっと燃えるというか、次もし機会あったらね、もっといろいろ聞き出してやりたいみたいな気持ちになった、そういうインタビューだったんですけどね。まあそのくらいしか俺には千葉雄介という人に対する接点がなかったんですけども、でもやっぱなんかね、男が憧れる人なんですよね。カウントかっこいい人なんですよね。だから今回もね、いろんな人が追悼のメッセージしてるんだけども、今回のね、この民生さんのこのギターをかき鳴らすだけというこの追悼はね、ほんとグッときましたね。うん。だから、まあちょっとね、この千葉雄介と、民生さんの接点がどこにあったのかは知らん、わかんないんですけど、少なくともね、このスカパラの現場ね、もしかしたらこの時が最初だったのかな、どうなんだろう、ちょっとわかんないけども、ここではね、接点があったはずでね、その、ね、会場内の、その打ち上げ会場内にはね、民生さんもいましたからね。うん。まあそういうところでね、ちょっとその場にいたというか、まあその場の一角に、ちょっとね、ちょこんといたものとして、なんとなくその場の風景を伝えられたらと思いました。はい。まあそんなわけでね、千葉さん、本当ちょっと惜しい人っていうか、もうなんかね、ちょっと喪失感すごいんですよね、本当に。まさかっていう感じでね。うん。なので、ちょっとまだショックが、こう、抜けない感じではあるんですけれども、ちょっと今回ね、この民生さんの動画が上がったというところで、自分の見たことのある千葉雄介という人のほんとちょっとした話をしてみました。はい、そんなわけで、ご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画ちょっともいいなと思ったら、いいねボタンを押してください。それから、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。はい、音楽ライターのゆきちゃんでした。どうもありがとうございました。